声聞こえてる。誰も確認してくれる人いない。大丈夫かな。あ、すいません。8時からスタートするって言いながら10分遅れました。あ、聞こえてます。ありがとうございます。最初に、私のアカウントとコラボして事前にいただいてた、質問を、少しずつなんですけどお答えしていこうかなと思います。はい、こちらから質問させていただきます。まず、身長が169センチで足が24.5から25なのですが、私でも入る服や靴ありますか？24.5から5のサイズ感でしたら L サイズが入るかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございで、ます。続きまして、学生。学生でも買えるお値段にしてほしいです。できれば1万円切るようなものをと来てます。あ、比較的皆さんに手に取りやすい価格帯に、なるべく抑えめに私もお願いして作ってもらったので、比較的取りやすい価格帯にはなっているんじゃないかなと思いますし、アクセサリーだったりとか T シャツだったり、パーカーだったりとかは全然1万円切る値段にはなっているので、ぜひそういうアイテムをチェックしていただけたらなと思います。で、オフィシャルアカウントでもお値段公開しているので、そちらもチェックお願いいたします。はい、続きまして、オンライン購入者は何か特典はありますか？オンラインで購入していただいた方は、ポストカードと、あと1万8000円以上購入していただいた方にフレグランスがついてくる形になってます。はい、ありがとうございます。はい。続きまして、受注会での試着はできますか？試着、はい、していただけるようになってます。はい。168センチでも入るサイズはありますか？ S サイズ。そうですね。はあい。とはユニセックスアイテムとかも着ていただけるんじゃないですかね。はい。はい、ご用意がございます。丈感などがちょっと変わると思うんですが、着ていただけるかと思います。男性用ありますか？男性用はユニセックスアイテムの T シャツとパーカーがあります。こちら XL のサイズ感になるので、割と幅広い方にご着用できると思います。はい。続きまして、プレゼントは渡せますかと来てるんですが、こちらは、受注会場の方でプレゼントボックスご用意させていただいてますので、よろしかったらそちらにお願いいたします。ちょっと直接は、私はちょっとできない感じなんですが、ご了承ください。はい。と、ちょっと、すごいご質問いただいたんですが、ちょっとお時間の関係で今日はここまでとさせていただきます。ありがとうございます。はい。ということで、私のアカウントは閉じて、今からブランドアカウントで、155センチの方と159センチの方に、サイズ感の違いを皆さんにお伝えできたらなと思うので、ぜひ、サイズ感気になる方は、このままブランドアカウントを、見ていただけたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、ちょっとコメントを読ませていただきます。受注会ではポストカードをもらえないんですかと来てるんですが、受注会場では、受注会場限定のポストカードがご用意ございます。と、ウェブストアのご購入とちょっとデザインが違うので、受注会場では限定のものがご用意しております。はい。では、いらっしゃいました。お待たせしました。今からサイズ感だったりとか皆さんにお伝えできたらなと思います。まずはじめに前回紹介できなかったデニムのアイテムなんですけど、
前回はこのトップスジャケットだけ着て T シャツとレイヤードしてワンピース風に着てたんですけど、今回はデニムのパンツと合わせてセットアップに着てみました。これが SS サイズですね。かわいい。デザインポイントは何でしょう。一応ここの切り替えとここの切り替えとで、なるべく低身長でもあのスタイルがいい切り替えのラインを気にしてみたり、ポケットの位置だったり、あとはハイウエストで、低身長の方のハイウエストって結構上になると逆にバランスが悪くなるんですけど、このおへそのラインでちょっとくびれてるところでこうウエストマークすることで足もすごいスタイルよく切れるように作っているので、そういうところもこだわりました。あとはこのジャケットが何ショート丈なのでよりバランスよく着ていただけますし、肩の位置だったりとか長さだったりとか結構ラインはオーバーに作っているので、よりこうくびれて見えるようなジャケットのラインになってます。はい、では、はあ、あ、裾のデザインちょっと見たいですね。結構こだわりありましたよね。はい、これもランダムにしてこうどこから見えても同じにならないような切り方になってます。なので角度だったり、多分履いているブーツだったりとかサンダルとかにやってもこう見え方がこの切れてるラインがこうなったりこうなったりとか、あと選択して崩れていく感じも結構楽しんでもらえるんじゃないかなと思うので、はい、味が出るパンツになってるかなと思います。セットアップですか。はい、セットアップで、はい、150センチでも着れますか。はい、150センチの方は SS を着ていただけたらなと思います。はい、別々で買えますか。はい、買えます。はい、では159センチの方にも今ご着用していただいたのでお願いします。お名前、吉田奈です。お願いします。 XPG 東京校です。はい、お願いします。お願いします。奈ちゃんは、はい、S サイズの160センチ台の、はい、こちらが、今なおさんに着ていただいているのがインディゴ、さやかさんに着ていただいているのがアイスブルーの色味になります。はい、で、サイズも SS サイズ、 S サイズと着用、丈感と、パンツが、S と SS、はい、ジャケットはフリーサイズなんですが、パンツの丈感とかウエストのサイズ感とかが違うので参考になればなと思います。お、こういうデザインは丈補正できないから丈感合わせて作ってくれるといいね。ありがとうございます。下に、なおさんはタンクトップ着ていただいてます。さやかさんみたいに全部閉めて着用するタイプもありですし、開けてタンクトップ見せるのも可愛いと思います。はい、で、靴も見せていただけますか。はい、サンダル、今なおさんが履いているのが、イエローのサンダルが、他の色がすみませんちょっとなかったのでイエローだけのご紹介になってしまうんですが、サンダルをちょっと見せられますこんな感じのデザインのサンダルもご用意がございます。あ、黄色のサンダルかわいい。スポッと履いてもらえるように、ここがゴムになっているので引っ張って履きやすいサンダルになってます。一回一回、着脱がしやすいようになってますね。はい、
わざわざ毎回止めなくても済むように結構こだわりをされておりました。はい。で、さやかさんの履いてるシューズが、あ、これ多分ご質問でも来ていたのですが、パンツに巻きつけないタイプのリボンの縛ってる感じがこんな感じです。で、一応私今後ろにリボン結んでるんですけど、前に結んでいただいても全然可愛いと思うので、なんか好きな感じに結んでもらえたらなと思います。はい。前でもいけますね、横でもいけますね。はい、はい、はい、ありがとうございます。これどちらもすごい履きやすいようにクッションも結構しっかり入っているデザインになってます。はい、ありがとうございます。ではお次まして、あ、そしたら先にお願いします。自己紹介をお願いいたします。丸山ねねです。はい。ねねさん、155センチのワンピースを着ていただきました。はい。こちらが今さやかさんにカーキの色を着ていただいてるんですが、先にブラックのご紹介させていただきます。こちらがレザー調に見えるようなワンピースです。ただ全然レザーではなくて、ちょっと生地感を寄って見せていただけますか。はい、ありがとうございます。こんな感じのちょっとサテンっぽい生地感になっております。はい。で、サイドにスリットが入っていて、これボタンなので調節ができます。一番上まで開けてパンツで、あ、これだったら今一番上まで開けちゃっても、はい、こんな感じで、パンツとレイヤードするときはがっつり見せたり、ワンピースで着ていただくときはボタンを全部閉めていただいてワンピース風に着ることができます。はい、ありがとうございます。あと、肩の部分が、はい、チェーンになっているので、ここもデザインポイントになってます。夏っぽくて可愛いですね。スプリングサマーコレクションですか。はい、スプリングコレクションになります。サマーコレクションは別でまた今後出てきます。はい。あ、さやかさんに来ていただきました。こちらがカーキのお色味のワンピースタイプで来ていただいてます。はい、こちらも全部ボタンを閉めないでワンピースで見えるいい感じのところで開けて着用してくださってます。かわいい。カーキも、レザー調に見えるようなサテンの生地になってます。はい。あ、なおちゃんが履いていたサンダルは何色が、あ、何色がありますか。ブラックとホワイトとイエローですね。はい、はい。はい。で、あ、後ろ姿を見せてほしいです。はい。後ろもちょっとデザインが、ベルト部分デザインをつけていて、厚めのデザインを、アイレットな感じで、ボタンのデザインっぽく入れてます。で、ベルトも長めに。はい。はい、結構ポイントです。うんうんうん。なんか後ろ姿でも綺麗に見えるようにしたいなっていうのも一応こだわってやってます。うん、あ、はい。で、こちらのお値段、あ、こちらのカラーがブラックとカーキとアイスブルーの3色展開です。はい。お値段が税込み9900円のアイテムとなっております。ワンピースでも9900円とかなので、まあ、先ほどご質問があった、まあ、1万円以下っていうところ
結構、まあ、1万円以下のアイテムを多く作ってはおります。結構大変でしたけど、まあ、さやかさんがすごいデザインもこだわりたいけど買いやすいに買いやすいようにしてほしいっていうお声がありました、はい、あ、2人とも SS サイズですか？そうですね、はい、今、はい、155センチのねねさんにも SS サイズを着用してもらってます。なのでちょっと多分丈感が、まあ、2センチぐらい身長が差があるので2センチぐらい違うと思います。あ、ネックレスはと着てるんですが、ネックレス可愛いですよね、うん、可愛い、はい、こちらちょっと色の付け方のご紹介お願いします。パールになっちゃうんですけど、これシルバーのパールバージョンで、一応チョーカー風に3周してとめる場所をこうずらしたりして、こっちかな、なんかチョーカーにしたり、さっきやってもらってたようなこういう感じにしてもらえたり、あとは多分これどこでも止めれるようになっているので、細工腕とかも使えるんじゃないかなと思います、うんうんうん、はい、この間コメントでもありましたね、これブレスレットになりますか、うん、なりますよね、うん、なりそう、うん、まあ、楽しんでもらえたらなとそういう感じか、うんうん、かわいいです。お、ネックレス絶対買う、ありがとうございます。あ、ベルトにも使えますか？使えそう、使えそうだけど細いのかな、ベルトだと、うん、確かに、なんかちょっと飾り程度には、うん、多分長いくなっちゃう、うんうん、うん、ネックレスがおすすめで、ネックレスなので、はい。でこちらがさやかさんが今持ってるのがホワイトで、ねねさんが着用しているのがシルバーの2色展開になります。でお値段が税込み3850円です。はい。あ、さやかちゃんのワンピの足元の丈感みたいです。はい、153センチでこのぐらいの丈感になってます。うんうんうん、あ、靴も、あ、足元見たいです。今これの黒入ってます。はい、こちらのお色味も、シューズも、あ、シューズがホワイト、ブラック、ミックスです。で今手元にお持ちいただいているのがミックスになってます。でこちらのシューズの値段が16,800円、税込みになってます。あ、さあちゃんは2連派、それとも3連派？ミックスですね。2連派です。こうなんかちょうど、こう縦のラインになるのでよりシャープに見えるかなと思います。168センチでもワンピ着れますか？168センチでも着てもらえると思います、うん、それこそこういうパンツスタイルで着て、多分168センチの方だとこうパンツが見える幅が広くなって、よりスタイリッシュにモードになるんじゃないかなと思うので、かっこよく着ていただけるんじゃないかなと思います。ワンピースのボタンをもう少し閉じているバージョンも見たいです。はい、私か。スチールとどのぐらいですか、ね、どのぐらいですかね。膝ぐらい、あ、なんかついてる。こういう感じですね。より体のラインが出やすいかな。うんうん、かわいい。あ、シューズはサイズどのくらいですか？
これはちょっといつもは 22.5、3.5、4.5 なんですけど、これちょっと先を細めに作ったので、ここが綺麗に足が長くなるようにちょっと細めに作ったので、今回は23、24、25のサイズ展開になってます。はい、ありがとうございます。ヒール履かなかったら裾は下についちゃいますか？つかないと思います。つくのかな？つかない。いや、つかないです、はい、うんうん、つかないです。つかないです。なので多分、150センチぐらいの方で多分ぴったり床とかぐらいなんじゃないですかね。すいません、ちょっとざっくり。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、あ、最後になるんですが、ユニセックスのプルオーバーをお三方に着ていただきます。あ、ブラック&ホワイトのブーツ、かっこよすぎ。はい、ありがとうございます。かわいいですよ。今日全部はご紹介できないんですが、まあ、何かリクエストがあればコメントいただければと思います。はい、今先に、なおさんに、プルオーバーのメンズサイズを着ていただいてます。こちらが、トップスとして着るメンズのサイズ感になってます。なので今日はちょっとワンピース風に着ていただいてます。あとちょっとお問い合わせが殺到している美脚ブーツですねと合わせていただいてます。はい、丈感も、159センチでこのぐらいのワンピースの丈感になってます。インナーショーパンとかを履いていただいてちょうどいいかなと思います。で、胸元に、シリウスの刺繍があるんですが、 ありがとうございます。こんな感じで見えますかね。ちょっとさりげないんですが、刺繍で同色でちょっとさりげなくロゴを入れてます。はい、ありがとうございます。あ出た、美脚ブーツ絶対買いますすごいやっぱりお問い合わせ多いですね。かわいい、うん、めちゃくちゃ漏れるんですよねこれ。あ、で今さやかさんには、レディースサイズをワンピースタイプで着ていただきました。もちろんトップスとしても着られます。今はワンピース風に着ていただいてます。レディースサイズだと、メンズサイズの M サイズの作りになっているので、メンズの方もレディースサイズを着ていただくこともできるんですけど、好きなスタイリングだったり、やりたい服装に合わせてサイズを決めていただけたらなと思います。美脚ブーツのヒールの高さは、実際の高さは多分5センチぐらいで、前も厚みがあるのでそんなに歩きづらい感じではないように作ってるんですけど、全部のヒールの高さをすると大体10センチぐらいは漏れるように作ってます。あ、スウェットの生地はどれくらいの厚みでしょうか？春にちょうどいいそんな分厚くもない。はい、そうですね。なお、はい、さんの履いている靴何色ありますか？お値段いくらですか？美脚ブーツに関してはお色が ホワイト、ブラック、グリーンの3色展開で、お値段が15,400円となってます。はい、あ、皆様に、プローバー来ていただきました。かわいいかわいいオレンジだけちょっと着てないんですけど、こちらのプルオーバーが今
ねねさんが着ていただいてるのもメンズサイズになっております。なので155センチでメンズサイズを着るとこういう見え感になります。はい、かわいい。はい、で、こちらのプルオーバーが、この3色ホワイト、ブラック、パープルの他にオレンジのがもう1色あり、4色展開のお値段が税込み7040円です。さあちゃんおすすめの色は？白何もかなもの、なんだろう、全部おすすめね。今の気分は何色ですか？今は黒です。はい、黒だそうです。今着てるの M ですか？はい、サイズのご紹介をもう一度お願いします。私がレディースサイズなので、メンズサイズの M サイズのサイズ感になってます、うんうん、で、お二人が、メンズサイズを着ていただいているので、実際のメンズサイズの XL ぐらいのサイズ感の丈感になってます。はい、ありがとうございます。このアイテムは一応ユニセックスになっているので、こうサイズ展開もあるように、カップルだったり彼女さん、カップルだったり、夫婦だったり、プレゼントとか、なんかいい感じ、一緒にお揃いで来てもらえたらなと思います。こうやってお友達同士でお揃いも可愛いですね、うん、あ、さあちゃんの履いてる靴の紹介してほしいです。はい、先ほどもちょっとご紹介させていただいたんですが次は黒です。すいません、今ミックス私が履いてるので。こちらが、ホワイト、もう一色、真っ白のホワイトがあります。はい、あとは、今、お持ちいただいているブラックとミックスの3色展開です。一応、ブラックは同色の刺繍になっていて、ホワイトも同色の刺繍なんですけど、ミックスだけ、黒の刺繍で、白と黒の、何？メリハリをはっきりした感じに作っています。なのでちょっと難易度が高いのはミックスだと思うんですけど、私のおすすめはミックスです。全部可愛いです、うん、可愛いです。あ、163センチでメンズサイズだとどれくらいの丈感になりますか？一番近いのがなおさんの159センチなので、あと4センチぐらい。まあ、トップス、お尻は隠れるぐらい、うんうんうん、になるかなと思います。多分こういう見え感じじゃないですか。あ、そうですね。違う？あ、もうちょっと大きいぐらいか。全体的に多分ゆとりが XL の方があると思うので、あのメンズの通常の XL のようなサイズ感になってます。身長があるメンズでもメンズサイズ着られますか？はい。はい。多分丈感がちょっと短くはなると思うんですが、着られると思います。ブーツの横幅って狭いですか？細身にある。あ、どれだろう。あ、どれですかね。あ、横幅なのでその。これかな？はい。一応細身に作ってあるので、先ほどもお伝えしたんですけど、20。普段の、普段のサイズ感は 22.5、23.5、24.5 の作りになっているんですけど、これは細身っていうのもあって23センチ、24センチ、25センチの展開になってます。なのであの S サイズでも23センチなので、ちょっとゆとりを持ってもらえるようには作っています。はい、ありがとうございます。美脚ブーツはスキニーで履けますかね？履けると思います。はい、こう見てもらうと分かるんですけど、一応ソールが全部黒になっているので、スキニーとかも例えば黒のスキニーだったら全部が
長効果になるんじゃないかなと思います。はい、美脚ブーツも近くで見たいです あ、そっか、ありがとうございますソールが5つ目になっているので、よりこのここの部分が細く見えるようなデザインになってます。オンラインでも買えますか？はい、オンラインでも買えます。はい、オンラインもオフィシャルアカウントでちょっと今公開してるんですが、1月29日の12時から公開となっております。ブーツかわいい。お値段は今さやかさんが履いていただいているブーツがお値段税込み16,800円のアイテムとなっております。美脚ブーツの方がお値段が税込み15,400円となっております。はい、プルオーバー足出す勇気がない場合、何に合わせると良いですか？私昨日、一昨日ぐらいにインスタに私服とミックスで合わせたんですけど、普通に自分が持っているパンツ、スキニーだったりでもいいし、あとは今回作った先ほど着てた、ジャケットのパンツとかワイドパンツとかでかっこよく着てもらってもいいですし、今、着てもらってるんですけどスカート今回シリウスでも作っていて、そのアイテムを前だけインとかしたりして着てもらっても可愛いかなと思います。こういうワイドパンツとか合わせても可愛いと思います。これにパンプスのヒールを、ここワイドパンツだけど、サンダルのヒールの紐をこう巻きつけるとちょっと女性らしくも見えるので、かっこいいけどかっこよくなりすぎない感じが私は結構好きですけどね。こういうのをここに巻きつけて着る感じ、私がこの間インスタで上げた感じのスタイリングですね。で今スカートを着てもらったんですけど、こういう感じでちょっとジーンズとか前インとかしたりしてスカートと合わせるのも可愛いと思います。はい、こちら今スカートで合わせていただきました。こちら前回のインスタライブで最後スカートのコメントがすごい多くいただいてたんですが、ちょっとご紹介できずだったので、こちらがホワイトとネイビーの2色展開になっております。お値段が税込み9900円の商品です。で今は SS サイズを着用していただいているので、ちょっと今159センチの長さに来ていただいているので丈感がちょっとだけ短いかなと思いますが、普段は S サイズを着用していただければと思います。受注会場にプレゼントボックスをご用意させていただいておりますので、直接の手渡しはちょっとコロナ禍なので、ご遠慮させていただいているんですが、ボックスをご用意させていただいております。はい、プルオーバーをワンピース風に着るとき下にどんなの着たらいいですか？自前のショパンを履いてくださいそうですね、見えても大丈夫なようにインナーのショートパンツを着用いただけると良いと思います。はい、トップスどんな色でも合わせやすいのはホワイトとネイビーどっちですか？スカートですか？スカートなんですか？どっちも合わせやすいと思いますけどね。うんうんうん、あとは普段あとどう合わせたいかですね。まあ一応スプリングのアイテムになるので、多分白の方が着たくなるんじゃないかな。気分的に。でも全然黒も、私は普段黒のアイテムが多かったりするので、そういう方は黒も使いやすいと思いますし、悩みますよね。
これは色は一番難しいですよね、はい、あ、プレゼントは受注会外れてしまった人でも渡せますかと来てるんですが、ちょっと受注会場を、公開しておりませんので、こちらは申し訳ないです、次回にお願いいたします。SS と S のスカートの長さはどれくらい違いますか？3、4センチぐらいですかね。変わると思います。丈感だったり、中のインナーもサイズ感が変わってくるかなと思います。受注会では試着できますか？はい、できます。はい。あ、めっちゃスカートの色悩みます。そうですよね。難しいですよね。ネイビーの方がよりカジュアル感はあるかと思います。さあちゃん、近くでピアス見たいです。はい。はい、シンプルだけど存在感がある。可愛いですよね。で今、シルバーをつけてもらってます。はい。こちら2色展開のピアスになっております。こちらが、お値段が税込み2200円となっております。ネイビーのスカート今なくて、またあのこういうインスタライブやっていこうと思っているので、その時に違うアイテムだったりカラーを紹介していこうと思います。はい、スカート全体が見たいです。もうどこから見ても全然違うシルエットなんですよね。すごいこだわり抜いたスカートになってると思います。一応後ろ姿だったり、まあそう、本当にどこから見ても綺麗に見えるように、一応デザイナーさんとめちゃめちゃ考えて試行錯誤しながら作ったので、どのシルエットも楽しんでもらいたいです。あのなのでインスタとか上げるときとかも、多分角度だったりとか撮る場所で雰囲気が全然違うので、そういうとこも楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、それでは大丈夫ですかね。はい、はい、ちょっと最後にトップスをもう一度ご覧いただき、もうそろそろ終わりにしましょうかね。はい、はい、はい、見ていただいてありがとうございました。先ほどもお伝えしたんですけど、全部のカラーだったり全部のアイテムを紹介できなかったので、こういうインスタライブは、皆さんにもサイズ感だったりとかすごい知りたいっていうお声がたくさんあったりするので、こういうインスタライブを続けていけるようにしたいなと思っているので、随時いろんなアイテムだったりカラーだったりとか皆さんに紹介していけたらなと。